どうもメタルでございます。いやー、ついこの前さ、自転車で走行中にまあそこそこスピードが出てたんで、追い風の道でね、で見えないところにこう空き缶がポイ捨てされてて、なんかスチール缶なんだけど硬いやつ、それで前輪が思いっきりこうけつまずいて顔面から転んで、まあまあ結果から言うと顔面は俺の左手が犠牲になってくれたおかげで無事だったんだけど、でめっちゃなんかもうつぶつぶの大きいさアスファルト砂利っぽい、めっちゃ転んだら痛いところで、もう最大限転んだら痛いアスファルトだったと思う。そこに思いっきり左手バーッつって擦って、もう左手包帯巻き巻き状態で今くっそ手が痛えわ。もう何をするにも不便でさ、だからお前頼むから、みんな空き缶のポイ捨てとかやめような。こういうことになるやつが現れるから。まあ、すっ転んだのは俺が間抜けだっただけとも言えるけどね。はい、というわけで、前回はなんかもう、王政のさ、最後ラストどういう意味なのか未だによく理解しきれてないんだけど、とりあえず、おまけ、ネタバレ注意、この下の方、行ってみようと思います。おまけ編はキャラクターの詳細設定などネタバレ要素で構成されております。クリア後にプレイされることを推奨いたしますと。というわけで、じゃあ詳細キャラ設定、一番上の方から行っていこうか。なんかおまけクイズとかよ、あ、かわいい。かわいいな主人公。やっぱ主人公くっそかわいいよな。結構タイプなんだよね。こんにちは。キャラクターの詳細が聞けちゃう質問コーナーだよ。ネタバレしかないので無理という方はこの後の選択肢で質問をやめろを選択すればタイトルに戻れるよ。ではキャラクターを選んでね。おお、どうする、一番上から行く。いや、もう攻略順に見ていこう。まずは千早。え、ああ代わりにっていうことか。千早ちゃんについての質問を僕が代わりに答えるね。おお、本名を教えな、何そういうの聞けるの。じゃあ上から聞いていこうか。朝倉千早、名字は本人も知らなかったらしいよ。え、そうなんだ、朝倉千早って言うんだ。へえ、あ、それだけで終わりなんだ。簡素だね。職業は今は敵を倒すだけやってるのかな。臨時収入とかも他にあるらしいけど、昔は別の仕事をしてたらしいけどね。何の仕事をしてたかは教えてくれないけど、王政君あたりなら知ってると思うから今度聞いてみるね。おー、なるほど。さあ次、プチ情報。プチ情報ってなんだ。誕生日は3月8日。身長は160センチくらいだったかな。でも結構高さのある下駄履いてるから、もう少し高く見えるね。年齢は16歳。なるほど。ちなみに千早ちゃんは割と面食いだね。それにだいぶ惚れっぽい。あ、そうなんだ。本編で知ってる人はいると思うけど、千早ちゃんと王政くんは別世界で生きている人らしい。ある時期を迎えると、また最初に戻るらしいね。人生を何度もやり直せるなんて、僕としては羨ましいかな。あ、そういうことなんだ。なるほどね。王政の秘密、こうやってだんだんと解き明かされていくね。まあ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 、なんかタイムリープしてるっぽいような感じの印象は受けたよ、確かに。じゃあ質問やめていきましょう。じゃ、また何かあれば聞きに来てね。一回で覚えきれない人もまた来てもいいけどさ。おぽんだって。やっぱかっこいいね、帳も。というわけで、じゃあその帳を次。お、王政くんが教えて、なんでひらがななんだ、王政。教えてくれるんだね。帳について、俺が説明します。ウェイウェイじゃね。おい、陽キャやめろ。聞きたいことを選べ。うん。おう、じゃあ本名から聞いていこうね、また。上原帳っていうのが本名らしい。俺も今知った。あ、そうなんだ。え、上原帳ね。おう、短いな。はい、次、職業。職業は俺らの世界では古着屋で働いてる。で、元いたところでは大学生だったらしい。うん、なるほどね。プチ情報。うん、短い。誕生日は10月16日。背丈は176センチメートル。うわー、背丈。いや、イケメンだな。羨ましいな、お前。本当によ。俺165センチしかねえからな。5センチぐらい分けてほしいわ。うん。血液型が AB 型らしい。年齢は21。俺より1個下な。俺より年下な。嘘だろ。俺22だからね。性格はひねくれ曲がってて甘のじゃくっぽいな。あと、やたらとこだわりが強い時ある。今日は運勢が最悪だから外に出る気ないとか。じゃあ行けば、この席じゃないとやだ。僕の定位置なのにムキーとか。なるほどね。あ、あとな、結構舌打ちしてくんの。めっちゃ怖くない？あ、なんか悪口みたいになってるな。おお、なるほど。はい、ありがとう。うん、王政ありがとう。あ、もういいのか。じゃあまた。王政かっこいいキャラだね。というわけで、次は王政を千早が教えてくれるんだね。はい。王政さんについて、千早がいろいろ教えちゃいます。うん。聞きたいことを選んでください。いやー、このさ、なんか泣きぼくろじゃねえや。なんだっけ、この口元のさ、セクシーなほくろがいいよなー、千早。うん、この人男だけど。うん、というわけで本名、藤代王政ですね。実名は知りません。
ちなみになんですけど、千早は最初名前の呼び方が分からず奥生さんって呼んでしまい怒られてしまいました。いやでも王政は読めない、初見はマジで王政、初見はマジで読めない、一番読めなかったもん。うん、というわけで次職業。職業は一応藤代家使用人ですね。特に何もない時は使用人として屋敷に勤めているそうです。朝峰様が危険だと思われる時には代わりにとか手帳部ってあった、え、代わりにとかあったりしてっていうことは何、危険な時は身代わりっていうか何、こう変装っていうかそういうことを代わりになるっていうこと。へえ、じゃあ次プチ情報を聞いていこうか。誕生日は5月1日、身長は167cm 程度、年齢は確か18歳だった気がします。本人は1億18歳って言ってますけどね。何それほどタイムリープしてめちゃめちゃ何こう長い人生を歩んでいるっていうことを言いたいのかな。167cmか、俺と大差ね身長してるんだな。うん、謎のマウント。暇さえあれば団子を食べています。うん、というのも本編でご存知の方もいらっしゃると思いますが、千早と王仙さんは現実世界での悲願を果たすために用意された夢の世界を何度も繰り返しています。あ、なるほど、そういうことか。はいはいはい、なるほどなるほどなるほど。現実では団子を食べたことがなかったそうなので、後悔しないように毎度食べていますね。あ、なるほどね、それが関係してるんだ。ありがとう千早、わかったわかった。なるほどね、現実世界でのこう何こう理想を叶えるためになんかタイムリープしてるんだ。なんでか知らないけど、なんとなくこう王政の物語を解き明かすヒントを得たような気がするわ。千早がわかるのはこのくらいですかね。案外自分のこと喋らない人って感じですかね。以上で終わります。ありがとう千早。うん、というわけで次藤代朝峰様。なんか王政ルートだけ特別な朝峰様っていうキャラが用意されててさ、なんとなく、おー王政2回目だ登場、なんとなく王政ルートだけ特別感あるよな。はい、じゃあ朝峰の質問に俺が代わりに答えます。これで王政ルートのちょっとなんか謎が解き明かされてくれればいいんだけど、本名は藤代朝峰。え、藤代朝峰左京、すごいね、呪文みたい。おー、次職業。おー、旗本投手ってとこかな。普段の仕事は詳しくは知らないけど、きっと難しいことだよ、雑。はい、次プチ情報。誕生日は5月1日、まあ双子って言ってたもんな。背丈は 168cm 程度、年齢は世間的には20歳ってことにしてるけど、実際は18歳。へえ、性格はやさおって感じ。どちらかといえば気が弱いって言葉の方がしっくりくるかな。割と知らないふりしていろいろ知ってたりするのが怖いところかな。寝てる間に顔に落書きしてたのもバレたし。何をやってるんだお前は。え、俺じゃなくて朝峰の方が攻略対象キャラにしてほしかったって。こんなのいじめだ。いや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 、俺王政攻略したかったよ。ていうか攻略しきれてないからあんたとくっつきたかったよね。うん、正確にはあんたと主人公ちゃんをくっつけたかったって言えばいいのか。また聞きたいことがあればいつでも待ってます。はい、ありがとう。というわけで可愛い主人公ちゃんを見ていこうか。お、本人が答えてくれるんか。私のことが聞きたい人がいたんだね、嬉しい。おお、職業は学生だよね。高校生です。結構都会の方にあるとこだね。うん、次、プチ情報。あ、本名はそうか、自分で決めるからないもんね。年齢は17歳の高校2年生で、身長は160センチちょいあるかな。体重は秘密です。なるほどね。あともう言えることないかな。へえ、結構少ねえ。はい、質問やめるわ。質問してくれてありがとうございました。また何かあればいつでも。うん、で煽り性能高い顔文字と。はい、次。なんかさっき言い損なったような気がするけど、おまけクイズってなんだ。はい、簡単難しい、もちろん簡単からやっていこうか。なんだなんだ、ここは江戸時代。私は江戸時代にタイムスリップしてしまったようだ。かわいいな、ちっちゃい立ち姿、謎の女。なんだなんだ、セクシーな夫愛のお姉さん出てきたって。そうよ。嘘、またかよ。え、なになになに。大丈夫、問題に一つ正解すれば元の時代に戻れるわ。あ、なるほどね、それならよかった。ところでお姉さんは誰。私の名前はルイ。ほう、ルイさん、本編のボツキャラよ。出てきて欲しかった。すっげーセクシーなお姉さんじゃん。だってその情報いるか。じゃあ早速問題を出すわ。正解すれば元の時代に戻れるけど、不正解だった場合はあなたは白団子くんの餌食を。やめてくれやめてくれ、うー、やめてくれやめてくれやめてくれ、絶対に嫌だ。頑張ろう。では問題です。私が本編の攻略対象キャラクターとして外された理由は次のうちどれでしょう。わかるかよ。知らん。バッドエンドがグロかった、キャラが被った、おばさんっぽい、美人性。知らん。ガチで当てに行きたいけど、おばさんっぽいからはめっちゃ気になるから、おばさんっぽいからって答えちゃおう。はい、不正解。じゃね。ごめんって。タイトル画面に戻るの。はい、というわけでバッドエンドがグロかった。おーおーおー、合ってた。めっちゃ適当に直感で言ったのに正解。へえ、やったー。
じゃあ元の時代に戻れればや、あとこれあげるわ。おー、待って、素顔、はいはいはい。もう謎のテンションの上がりをやめてくれ。俺もう自分で自分に自問自答しているわ。いや、かっこよ。いや、王政の素顔ってやっぱりかっこいいわ。ありがとうございます。じゃあまたねと。いやー、いいものもらった。無事に現代に戻ることができた。おしまい。はい、次おまけクイズ。難しい。いやいや、簡単が簡単じゃなかったんだけどね。さっきのなんか当てようがないからね。これで難しいってもはや不可能なレベルなんでは。というわけで見ていく。バカ野郎、本当にいい加減にしろやお前。まあ本当にギャー。まあそうなるわな。またタイムスリップしてしまったと思ったら目の前にあいつがいた。もうそんなに叫ばないでよ、耳が痛くなっちゃう。白団子もどき、早く元時代に戻りたい。こいつと同じ空気するの無理。まあまあそう言わずに、問題に全て正解すれば元の時代に戻れるよ。全て？何？複数個あるの？じゃあ早く出せよ。その前に自己紹介をしなきゃね。我の名前はジョージ・アオハル・バスレイビア。なんでお前は無駄にかっこいい名前してるんだよ。なんかお前、西洋物の吸血鬼の名前にありそうな名前しやがって、バカ野郎。本当に別に聞いてない、ジョージ。じゃあ問題を出すよ、全部で5問。おいおい、連続で正解すれば元の試合に戻れる。間違えた時点で割と無風しようね。気持ち悪い。頑張らないと。はい、というわけで、じゃあ第1問、次のうち我の好みはどれでしょう。知らん知らん、気持ち悪い。もうこれは俺の直感でバニースーツアーミタイツでいこうと思う。違うんかい。はい、じゃあ次、スケスケなミコ服。違うかい。あ、もう何の考察も意味なかった。スクミズランドセルなんだ。正解だよ。我としては少し残念だけどね。意味がわからん。助かった。それにしても犯罪の香りが。第2問、我が言われたいセリフは次のうちどれでしょう。いや、気持ち悪いんだよな。パパの言うこと何でも聞くから。お兄ちゃん大好き。おじさんいっぱいお菓子買ってよ。もう助けてくれ。いや、さっきの流れで行くと犯罪集する方へ行けばいいのかな。パパの言うこと何でも聞くから。あっとるんかい。2問目も正解だね。難しい。あと3問もあるのか。第3問、次のうち我の好みのタイプはどれ。いや、もう勘弁してくれ。なんでお前全部の選択肢にロリが入ってるんだよ。ロリ顔巨乳のお姉さん、ロリで巨乳の小学生、ロリが好きな巨乳のおじさん、もう意味がわからん。最後おじさんじゃんだって。というわけで、まあロリ顔巨乳の小学生かな。バチバチ、すごいね。我のことよくわかってるじゃん。一番犯罪集する方へ選択していってるだけなんですけど、問題の傾向がつかめてきたかのか。そうだね、問題の傾向をつかめてきたね。次はサービス問題、簡単だよ。ホワイトチョコ、ヘドロ白バージョン、団子ちゃん、もう意味がわからん。何、もう脈絡がなさすぎるんですけど。いや、まあ団子ちゃんか、他関係ないもんな。まあわからん。おお、正解した。もうわけわからんって。まあこれはわかるよね。いや、わからんって。問題の傾向急に変えてきたけど、簡単でよかった。いよいよ最終問題、ここまでよく頑張ったね。本当によく頑張った。ここで間違えたら全部水の泡。知らん。ジョージ、青春バスレイピアだよね。待って、青春は間違いないんだよ。上二つどっち？バスレイビア、バスレイピア。いや、バスレイピアだったはず。名前、覚えてくれなかった。違うの？いや、お前の名前なんか知らんって、バスレイビアなんだ。おお、全問正解だね。やった。もう意味がわからん。これで現代戻れるね。よかった、やっと帰れる。最後にお土産あげるよ。あんたから？いらな。まあまあそう言わずに。シオン、ニゲラ、スズラン、何関係あるか知らんけど、一応花言葉調べてきたわ。シオンの花言葉が君を忘れない、かっこいいよね。で、ニゲラの花言葉が深い愛。で、スズランの花言葉が純粋だって。まあよくわからんから、とりあえずかっこいいからシオンの君を忘れないでいこうと思うわ。じゃ、これをあげよう。ああ、そういう感じ？あ、かっこいいね。うん。ああ、なるほど。じゃ、気をつけて帰るんだよ、というわけで。じゃあ、ちょっと待ってね。じゃあ、ニゲラも。はい。ニゲラの場合は？おー！素晴らしい！セクシー？本当に男？ね、あなた本当に男？はい、次、スズラン。じゃあ、これをあげよう。おお、いいね。兄弟で、双子で、素晴らしい。なんか、性格も出てるな、表情に。うん。あ、素晴らしすぎる。ありがとう。じゃあ、気をつけて帰るんだよ。
というわけでタイトル画面に戻ってまいりました。はい、最後に王政ルートが一体どういうストーリーだったのかみんな気になってると思うけど、これをね俺がちゃんと頭回転させてしっかり考察してから終わろうと思うわ。自分なりの答えを見つけてからね。まずさっき千早が言っていたように、朝峰様に危険が迫った時は身代わりになることもあるみたいな、そんな感じのセリフがあったと思うんだけど、まず朝峰様がさ狙われたっていうシーンがあったじゃん、襲われたっていうシーンが。でその後の方でこう王政がなんかこう血を流してるみたいな描写があったと思うんだけど、おそらく朝峰様が襲われたんじゃなく身代わりに王政が襲われたんだと思われる。はい、で次にシーン飛びまして、女同じ顔が2人と、これはもちろん朝峰様と王政のことだね。うん、で屋敷の地下に、いえ下の子も生かしておきましょう、だから王政はいらない子っていう感じの会話が繰り広げられてるんだよね。朝峰様に何かあった時に必要でしょうということで、まあこれは王政と朝峰様が子供の頃か生まれた頃かまあ知らんけど、それぐらいの頃の会話だろうね。ということで、当主さえいればいいと、王政は別にいらないけどこう朝峰様に何かあった時に替えになるから王政も生かしておこうみたいな、かなりブラックな会話が繰り広げられていることがわかる。でさっき朝峰様が襲われたのに代わりに王政が身代わりになって傷ついてたり、この会話から察するにこうかなりこの家はあんましいい家ではないのだろうということが伺えるんだよね。そして朝峰様を付け狙う者がいるということも伺える、敵がいるっていうことが伺える、この家にはね。でこの会話を何回聞いただろうか、短く回りとてつもなく長い18年をあとどれほど繰り返さないといけないのか。でこの文章から分かる通り、王政は0歳から18歳になるまでを永遠に夢の世界で繰り返していることが伺える。18歳になったら0歳に戻ってっていうのを永遠に繰り返しているんだと思われる。じゃあなんで18歳になったら0歳に戻るのか、これは歌詞の中に王政が飛び込んでいって死ぬからだと思われる。で夢の世界で死んでこう0歳に戻ってくるんだと思われる。あの歌詞はおそらく放火だと思う。朝峰様を付け狙う者がいるっていう話を今したと思うけど、そのものによる放火だと思われる。で、先へ進んでいこうか。そしてあと何回、ここが重要。夢の世界にあるはずのない自分の亡骸を求めて灰にならなきゃいけないの。この文章にはこの物語の最大の謎、なぜ王政が火事の中に飛び込んでいくのか、死ぬと分かっているのにね、その理由がここに書いてあるんだと思う。で少しだけ話変わるんだけど、こっからは俺の完全に妄想の領域の話になってくるんだけど、まあ聞いてほしい。王政ルートだけなんで主人公と現実で出会うハッピーエンドが用意されていないんだと思う。俺ねこれね、王政のキャラの設定的に物理的に不可能だったんじゃないかって思ってるんだよね。それがどういうことかっていうと、王政おそらく現実の世界ではすでに死んでいるんだと思う。この夢の世界にあるはずのない自分の亡骸を求めてっていうのは、おそらく王政現実で死んだ時も火災で死んだんだと思う。このストーリーと全く同じようにか、まあ似たような死に方かはわからないけど、まあそういう感じでおそらく王政現実の世界でも火災で死んでしまって、でその際に自分の体をまあ消失してしまったんだと思われる。で王政の目的っていうのは、その亡くなってしまった自分の亡骸を発見することだと思われる。自分の亡骸を発見するために夢の世界をずっと繰り返しているんだと思われる。おそらく現実の世界でも18歳の時に火災で死んだんだと思う。だから18歳の時に夢の世界でも必ず火災が起こるんだと思う。で当然自分の亡骸なんかあるはずがないから、でも炎へ飛び込んで悲願を達成するために、でも結局悲願は達成されないから0歳からまた転生してっていうのを永遠に繰り返しているんだと思う。1億何歳って言ってたけど、本当にそうなのかもしれない。ひょっとして本当にそれほど18年間をずっと繰り返しているのかもしれない、王政は。って俺は思った。だから王政の話だけは結構悲しいブラックな話なんではないかって思った俺。これが俺の王政ルートに対する解釈だ。だから王政だけ結構悲しいキャラな気がした。で結局3キャラで一番俺が好きなキャラは王政は、まあそれは当然一番好きなキャラなんだけど、かっこよくってね。でもどのルートが一番面白かったかっていうと、結局のところ俺は一番最初にやった千早ルートが一番好きだわ。千早も結構俺キャラとして好きだなって思った、というわけで、はい、これが蜃気楼でした。なんかさ、こう軽い気持ちで始めたけど、王政ルートといい、このさ夢の世界の作り込み度といい、さあの3キャラのキャラの立ちようといい、すごいなんか神ゲーだったね。いやーやってよかったわ。というわけで、王政ルートの解釈に関しては皆さんの自分なりの解釈をぜひねコメント欄に書いていただけると助かります。もう俺の足らない脳みそではもうこの程度の解釈が限界だったわ。というわけで、いやでは神作品、ここまでご視聴してくれた方々、ご視聴ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方はぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。登録は画面のアイコンまたは画面下の登録ボタンからお願いします。高評価もしてくれると嬉しいです。動画投稿のモチベーションにつながります。もしよかったらおすすめ動画も見てみてね。それでは。